イギリスのグラスゴ海事大学の訓練施設。操船術とは、船舶、防音と、その他の水上の乗り物を操作するための技術、知識、及び、能力のことである。これには次のような知識と、専門的なスキルが含まれる、広報と国際海事法、天候、気象学及び予報、当直、船舶の取り扱い及び小型ボートの取り扱い、 看板設備や怒りと描写の操作法、ロープワークとラインハンドリング、通信、搬送とエンジン、栄光、貨物取扱設備、危険貨物、貨物保管庫、緊急事態への対処、会場での生存と捜索救難、そして消防。これらの分野で必要な知識の程度は、作業の性質と船の種類によって異なる。工法は、 船舶をある場所から別の場所へと安全かつ効率的に誘導する技術であり科学でもある。水先案内人は推進と目に見える目標物を使うが推測工法は最後に確認された場所からの航路と距離を使用する。安全な航海には船舶の現在位置を把握し続けるだけでなく将来の位置の予測、航路計画、衝突回避が含まれる。 西側諸国の航海の技術は航空航法と同様に単位は海流を使う。航法には現在の GPS やかつてのロランなどの電子機器の使用技術も含まれる。転速航法では惑星、月、恒星、太陽などを6分儀によって観測し、観測結果を航海年間や転速計算表と照らし合わせることで現在位置がわかる。その際、 正確な時刻も必要である。航海日没後、水平線を基準とした海上航行は不可能になり、航海を明け以降は再び可能になる。氷上航行には、それらに加えて開票がある状態での船舶の航行、及び操船技術が含まれる。USS サンアントニオで経流策を扱っている様子。操船術の根本は、 船舶を正確かつ確実に操れることである。陸上の乗り物とは異なり、船は周囲の空気や船体が浮いている水といった流体の動きの影響を受ける。もう一つの複雑な要因として停止お及び発進するときに考慮しなければならない船の質量がある。船舶の取り扱いとは停泊位置や、経線風評にアクセスすること、限られた水路や、 港内や他の船の近くといった場所での操船、そして常に安全に航行することである。他に2種類の作業、別の船への雪原と洋上補給が含まれることもある。船舶取扱者にとって重要な能力は、風、潮流、うねり、他の船舶の通過、及び海底の形状が船舶の動きにどのように影響するかをよく理解することである。 それぞれの船舶の性能により、その船舶が安全に航行できるようにする必要がある。現代の貨物船でも様々な保守作業を行うために船員が実際にマストに登る。機械的推進力の以前の時代、有能な船員とはハンド、アンドリーフ、アンドスティアができると期待されていた。現代の小船員や水兵の訓練はもっと系統的なものになっているが、 それでもこの言葉は基礎となる部分を表している。大型船の乗組員は通常それぞれの専門分野別の部位に配属される。例えば、幹板部は探偵の取り扱いと一般的なメンテナンスを担当し、機関部門はエンジンその他の機械を担当する。乗組員は最も基本的な任務から始め、経験と専門知識を得るにつれてその分野で昇進する。 例えば、機関部であれば、三等機関士、2等機関士、一等機関士、機関長となる。幹板部であれば、幹板長リーダーに、幹板主、幹板員がいる。より小型の商用船では、専門性はほとんど、あるいは一切存在しない。幹板員は、船のすべての操作を行う。航海士は、航海、通信、及び監視監督に責任がある。 主に波による船体の揺れの6自由度を次の成分で定義する。船首喫水と船尾喫水との差をトリウムと呼ぶ。水の抵抗を最小にするにはイーブンキールが良いが、貨物船などでは空にの時に船尾のプロペラが水面上に出てしまう場合にはわざとスターントリウムにして船尾を下げることがある。コンテナ船では少しでも燃費を改善するために 積載時のコンテナ配置と運行中の燃料の消費に合わせて前後のトリムタンクの注水量を加減し、いつでもイーブンキールになるようにしている。アルキメデスの原理から液体や気体といった流体中の物体には、それが押しのけた流体分の重量と等しいだけの上向きの力が作用する。これが浮力の原理であり、浮力は流体の密度と重力加速度、 物体が流体中に占める体積の積として算出できる。船が正しく設計、造船されていれば、浮力を利用することで、波浪等で船体が傾いても復元性を発揮することが可能となる。物体の重量が浮力より小さければ、流体上に浮いていられるが、物体の重量が浮力を上回れば物体は流体中に沈んでしまう。ヨットが大嵐にいくらも生まれても、 簡単に沈まないのは、船体が比較的強固に作られているため、たとえ180度上下が逆さまになっても、船体の気密性が保たれている限り、内部の空間が十分な浮力を生み出すためである。海水では、潮が溶けている分だけ淡水に比べて密度が高くなる。流体の密度が高くなると、浮力も増えるため、淡水と海水では、船の浮力の違いによって喫水が変化する。 アラビア半島の視界は塩分が多く溶け込んでいるため海水浴客の体がよく浮かぶことで有名である。波の高さはビューフォート風力階級0から12で表す。0では0秒速0.2メートル12では秒速32.7メートル以上になる。波の山と山の最高点間の水平距離を波長、波の山と谷の最高点と最低点の垂直距離を 波高と呼んでいる。波の波高を波長で割った数値を波沿わ度と呼んで、波の斜面の急瞬差を示す。波沿わ旅の理論上の最大値は7分の1程度とされるが、実際は10から15分の1程度が最大となる。水上の一定箇所で一つの波が山から山まで通過する場合の時間が波周期であり、単位は秒で表される。 嵐によって成長した海上の波は、波高も周期もバラバラで、不規則な波によって構成されており、不規則波と呼ばれている。不規則波の大きさは、高い順の上位3分の1の平均値で表され、遊戯波高と呼ばれる。不規則波の中で遭遇する、可能性がある最も高い波は、遊戯波高の2倍であることがわかっている。嵐の中では強く吹く風が原因で大きな波が、生まれる。 風速が速ければ大きな波が生じるが、風が吹く時間と距離も波の大きさに関係する。この風が吹いている時間を吹きそう時間、吹いている距離を吹きそう距離と呼んでいる。波の大きさは SMB 法によって遊戯波行が求められる。長時間、風が吹き続けばそれだけ波も成長するが、 無限に大きくなるわけではなくある程度の大きさで、成長は頭打ちとなる。この成長しきった状態を波の完全発達状態と呼んでいる。船舶の航行時には、増波抵抗、粘性圧力抵抗、粘性摩擦抵抗という3種類の抵抗成分が、生じ、船の速力に応じて推進エネルギーは失われ、速度は減災される。 水深エネルギーの損失を考える場合には、空気の密度は水の約800分の1であるため、水による損失のみが検討され、空気による抵抗成分は従来はあまり考慮されなかった。ただ、欧風による船体の動揺や横滑りが、操船に無視できない影響を与えることが生じている。準自動車専用船のような上部構造物の巨大な船では、 船首部や船尾部を丸く作ることで、風の抵抗をできるだけ受けないようにする工夫も行われるようになった。PCC に限らず、巨大コンテナ船や、超大型フェリーも、運搬対象がかさばる割に重量が軽い。このため、水面上の船体が、水面下の船体に対して、非常に大きい。これは、空に状態か、満載状態によらない。 いずれの場合も水に浮かぶサッカーボールのように風に簡単に流されてしまう。この現象は広い公海上ではそれほど問題とならないが、港での雪岸と離岸時には危険を生む。実際にこれらの船が風に吹かれて流され、たびたび事故が発生している。航海時に水流と接する船の底の表面の荒さは直ちに摩擦係数の増大となって、 船足を下げ燃費の悪化を招くため、可能な限り平滑な状態を維持しなければならない。船底には、自己研磨性防防ポリマー剤が塗装されており、これが水中へと徐々に溶け出すことで不実棒などの海洋生物の付着を防止して、平滑度を維持している。バルバスバウ。描写の出ている、ベルマウス部分の下にバルバスバウのマークが描かれている。バウスラスターと、そのマークも見える。 近年21世紀初頭でのほとんどすべての大型で、単独の船舶の造船では、水中の船首部をバルバスバウとすることで、増波抵抗を最小化する工夫を取り入れている。バルバスバウも、設計時の喫質水,水では最適の効果を発揮するが、空荷の時の貨物船やタンカーでは、バルバスバウが水面上まで出てしまって、かえって効率を悪くすることがある。バルバスバウは、 水面下で船の前方に大きく突き出ているため、港に停泊中に小さなボートなどがこれらの船の前を横切ろうとする場合などに誤って船底を吸ってしまう恐れがある。多船からバルバスバウであることがわかるように船首の両側面にバルバスバウを備えているという印が描かれている。斧の形をしたアックス棒、鋭角な形をしたリアジ、棒、ホエールバック棒は 選手端での水線面形状がシャープで、波から受ける抵抗が小さく、波浪中での線速低下が少ない。実海域でのシーマージンが小さい技術として実用化されている。トリムタブとインターセプターモーターボートほどの大きさの滑走船では、ないが水面を高速で、高走すると選手が上がって線尾が下がる状態になってしまい、滑走一歩手前でそれ以上加速できなくなることがある。 船尾のトランサムの船底角に取り付けられたトリムタブやインターセプターと呼ばれる板を下方へ押し下げることで船尾に揚力を作り過度な船尾トリム状態を解消して船底で発生していた抵抗をなくすことで滑走へと入ることができるただし追求しすぎると速度低下を招く大型の高速船でもコンピュータ制御のトリムタブを持つ船がある抵船装置や 経船のための設備には、ウィンドラス、ムアリングウィンチ、キャプスタン、ビット、ムアリングホール、フェアリーダー、クリート等がある。公開灯の見え方公開灯の配置時路積力の3色の公開灯が夜間航海時の船舶の互いの死人に役立てられている。これら3種類5個の公開灯の配置は、 万国共通で決められており、レーダーに頼らなくても、夜間に船体が見えなくても船の方向や大きさがほぼわかるようになっている。更新した場合については、法的に決められていないが、左右の赤と緑を逆にできるように左右とも、赤力両方がついている場合と、後部マストに左右逆に公開灯がついている場合があり、更新している状態でも、 震度を誤認させないように工夫されていることが多い。会場における人命安全会議で1914年に SOLAS 条約が13カ国で調印され、海運の国際秩序と会場における人命及び財産の安全確保のために IMCO が1958年に発足した。これらの機関によって、その後、様々な暗設備に関する決まりが定められた。 船舶では、防熱上や構造上の境界によって40メートルを超えない、仕切られた区域に区分されている。特に居住部分は他の部分から隔離されている。船内は、可燃性材料の使用を控え、火災探知、警報、消火、脱出の核装置が備えられている。持ち運べる。 消火器も多数が用意されている。消火設備は、消火専用のポンプの他に、普段は、バラストポンプ、雑用水ポンプ、衛生ポンプとして使用しているものを火災発生時に、消火用に使用することが認められている。多くのポンプが機関室にあるため、機関室からの火災の場合を考えて、機関室外の独立して働くポンプも備えられていて、通常は、線引き室にある。 船内のどこから出荷しても2畳以上の放水が可能なように消火水配管と消火栓、消火ホースが配置されている。消火ホースは船長30メートルにつきしと予備の合わせて2組を備え、最低5組が用意される。固定式の消火装置としてガスによるもの、発泡水によるもの、霧状放水によるもの、スプリンクラーによるものがある。これらが火災探知機とともに 特性、効果を考慮して配置されている。タンカーには、イナウトガス発生装置が備わり、輸送からの火災を未然に防いでいる。火災探知機は、光の遮断を探知するものや、空気中のイオンを探知するもの、空気の膨張を探知するものなどがある。およそ1000泊と名の付くものすべてに、乗船する乗員乗客の総数以上分の救命胴衣の搭載が義務付けられている。個体式。 機体封入式、膨張式、固体膨張ハイブリッド式等の救命動員がある。救命浮き輪も露天デッキの各所に備えられている。ある程度の距離を航海する船舶は、船体が沈没や火災などの危険な状態から乗員乗客が安全に避難できるよう必要なだけの救命ボートの搭載が義務付けられている。外洋客船では、 国際規則によって、片源の救命ボートだけでも、乗員乗客の避難に必要なだけの数を備えるように決められている。救命ボートにはボート型の他にプラスチックカプセルに収められた膨張式の救命イカダもある。救命イカダのカプセルは、たとえ沈没する船に放置されたままでも4メートル以上の水深水圧が加われば、自動的に離れて水中から浮かび上がり、 転調するようになっている。救命ボート内には1人当たり3リッター分の飲料水をはじめ、食料や発煙信号機、懐中電灯などいくつかの救命用備品が備えられている。大型のクルーズ船では100人程度が乗船できる、テンダーボートと兼用の小型船を搭載していることが多く、大型船が接近できない場所を観光する際にも使用される。GMDSS は、 海上安全のための包括的な遭難通信システムの全体構想の名称であり、1999年2月から完全実施が開始された。実際に船に搭載されるのは次に示す EPIAV、DSC 通信装置、i ン m a l s a t 通信装置、SALT という個別の通信装置である大型船の露天デッキに備わっている。 e p i ブは沈没する船に放置されたままでも4メートル以上の水深水圧が加われば自動的に離れて浮かび上がり、船名や位置情報を含む救難信号を発信するようになっている。1999年2月1日からは SOS で有名だった海上緊急通信としてのモールス信号は公式には廃止され、電子装置が発するデジタル信号を基本とする。 GMDSS に置き換わっている。EPIAB も GMDSS を使用している。DSC 通信装置は無線機に付加して特定の無線局との通信チャンネルを自動的に設定する機能である。ボタン一つで遭難信号を送信する機能も備える。インマルサット通信装置は海上交通や航空、陸上の交通の安全のための緊急通信用。 インマルサット静止衛星を使って、遭難信号を含む重要な通信を送受信する通信装置である。静止衛星であるためアンテナさえ安定できれば、常に緊急通信によって、音声を含む送受信が行えるため、モールスプ号による緊急通信の制約を過去のものにした。サルトは沈没などの事故時において、捜索航空機のレーダー電波に対して、 自動的に遭難信号を応答発信する装置であり、沈没前に海上に浮かべておけば、救難捜索活動の短縮化に役立つ。国際 VHF は入出工事や遭難時などに使用される。相当数が100トン以上の日本船舶には、DSC 付き国際 VHF の設置が義務付けられており、その他の日本船舶の設置は任意である。これらを使うには、 総合無線通信士、海上無線通信士または、レーダー級以外の海上特殊無線技師の資格が必要である。ただし、第3級海上特殊無線技師は 5W を超えるもの、及び DSC は操作できない。総務省は2008年のイージス間衝突事故を契機に国際 VHF を船舶共通通信システムと位置づけ、 設置義務のない100トン未満の船舶に対し、普及促進するため2009年10月に、省令、告示を改正した。アンカーは、比較的浅い沿岸海域などで停泊する場合に、海底に闘病することで船体の移動を抑制する、機能を果たす。特に台風などで、強風や波浪の高まりが予想される場合には、大型船は、港内での高潮によって岸壁に乗り上げたり、 軽流柵の断裂等による事故を避けるため、港から開けた沿岸海域に事前移動後、闘病して危険を避けることが普通である。21世紀初めの近年では、使用しない時には余分な重量となるアンカーは、軽量物を一つだけ搭載する船もあり、いざとなれば、エンジンをかけて風に対抗することで、アンカーの軽量過分を十分補えるとしている。船舶の運動は、 地上での自動車での走行とは異なり、いくつか得意な挙動を示す。以下に単動線での得意な運動例を示す。フェリーの火事とスクリュー旋回運動船舶では、右旋回を重舵と呼び、左旋回を取り舵と呼ぶ。例えば、重舵の開始直後の短時間だけ一度船は反対方向の左へ向かう。これは、キックと呼ばれ、火事によって走行される船独特の挙動である。 以下の説明では、右旋回での例を示すが、左旋回でも左右が逆になるだけで同じである。標準的な船舶の舵は、スクリュー直後の位置に取り付けられていて、重舵の時は、舵面は右側に突き出される。スクリューによって生み出された水流が舵面の揚力によって右に変更されるため、船体後部は左方向へ押される。船体後部の左方向への力は、 船の向きを右へと回転させるように働くが、回転する効果が現れる前に、船体後部で生じた左方向への押す力が先に、船体を左へと押し流す。これがキックである。キックは、喫水の浅い船で強く現れる。船舶が旋回するときに、火事によって生み出される回転力は、実は、 実際の旋回に発揮される力の一部でしかなく、船体が旋回を始めて、船に対する水流方向が斜めになるために生じる。船体を押す力も回転力として効果を発揮している。また旋回時にはまずキックが起きるのと同じ理由で、水面下で舵が左方向へ船体を押すために船は短時間だけ右側へ、つまり回転内向きに傾き、少し遅れて船が 右方向へと曲がり出すと遠心力で船体が左に、つまり回転外向きに傾く。特に外方形斜は大きく傾くため、強い旋回を行えば、客船では快適性が損なわれ貨物船では、荷崩れのリスクが高まる。このように、火事によって船体が左右に傾くことを利用して、船の揺れを抑える原、揺ら装置に利用しようという研究が進められている。 通常の船舶ではブレーキは存在しないため構想状態から停止するにはエンジンを逆回転するなりギアを逆回転位置にするなり可変ピッチプロペラスクリューを逆ピッチにするなりしてスクリューが生み出す水流を更新方向に変えることでブレーキの働きを行わせている危険回避などでこのような全速更新を行うことをクラッシュアスターンと呼ぶ大きな船では クラッシュアスターンでも船の長さの十数倍の距離を進んでしまう。スクリューが通常とは逆方向の水流を作るときには、舵はほとんど役目を果たさなくなる。停止のための逆進を行わずにいれば、大型船ではエンジンを切っても 3km ほどは、打声で進む。船では、旋回性能だけでなく直進する性能も重要である。まっすぐ進む性能を、進路安定性能や、 ほばり性能と呼ぶ。船は常に波にさらされながら航海する場合がほとんどであり、波は船の進路を少しずつ曲げていく。ほばり性能が低いと波の影響によって、常に進路を修正しなければ正しい航路を維持できず、常に火事によって修正を続けることは操舵装置への負担とともに、抵抗も増えて燃費が悪くなる。ほばり性能を測るには船をジグザグに走らせる。 ジグザグ試験によって、その反応から判定する。ありがとうございます。